て皆さん、先ほどからこちらにいる何やら黄色い大きな子が気になっている方もたくさんいらっしゃるのではないでしょうか。実はこの子、八王子高校吹奏楽部のマスコットキャラクター、八王子で八の王子様、八王子くんというんです。今日は覚えて帰ってくださいね。それでは八王子くんの紹介をします。八王子くんは頭の上の王冠と背中の羽、そしてこの大きなお尻がチャームポイントなんです。実はこの八王子くん、ブログを書いていて、私たちの本番の様子や普段はお見せできない舞台裏の様子などを綴ってくれています。今日の本番のことも近々ブログに書いてくれると思いますので、皆さんぜひ八王子くんの日記でご検索ください。このブログをきっかけに八王子高校吹奏楽部に少しでも興味を持ってくだされば幸いです。次に演奏いたしますのは V6 の岡田准一さんが主演を務めたドラマ SP のメインテーマ、セキュリティポリスです。この曲では八楽のモットーである歌って踊れての部分を披露します。3月に行われた定期演奏会では、昨年度卒業された3年生が中心で踊りました。本日はダンスメンバーを新たに新2、3年生でのニューバージョンでお送りします。今日は先輩方もたくさん見に来てくださっているのでしょうか。かっこいいダンスにご注目ください。それではどうぞ。Thank you.
素敵。